ダッキとリョフ、凶悪かつ強力な二人が率いる大軍が孫権の城を覆い潰そうとしていた。城を守るは宗仁と周泰、鉄壁の守り手と言ってもよい二人だったが、いかんせん飛賀の兵力に差がありすぎる。孫権の援軍が到着するまで彼らは城を守れるのか。魏と呉を代表する刀匠の戦いが今始まる。ダッキとリョフの目当ては腕輪か。ここを突破されては他の皆にまで危険が及ぶ。貨幣だが何とかせねば。いずれ孫権様が来る。それまで耐えるぞ。ああ、この宋始皇、防衛戦には自信がある。我が身を盾とし何としても守り抜かん。ダッキ率いる大軍が迫っている。この城は孫始皇が必ずや死守せん。孫権様の援軍が来るまで守り抜く。ここぞ。まずは城周辺の敵を倒さね。その後隙を見て撃ってって。伝令、正体不明の若武者が出現。一人で呂布軍と戦っている模様です。なんと、すぐに合流しろ。敵の敵は味方。今は少しでも戦力が欲しい。よくやって。一人突っ込むばかりの仲間。あいつのことを思い出してしまうな。負けん、つばめ返し。敵将の仲間に任せよ。俺の負けだ。ここは一体どこなんだろう。日の本の城のような気がするけど。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。さあ切る。見事な働きだな。飛行と共に戦わば攻守いずれも従前よ。行くぞ。いいよ。はあ、これが仕方あるまい。さらば。相手が悪すぎたから。キレオモソ生産マイ。俺の腕見せてやる。ジェンハッタジェン奥義。押し通るマイ。かかってこい。無人の手本とすべき活躍よ。こんなところで負けちまうとは。ここで口当てろ。ここぞ。テンテン。おお。キロ。別所に会った時覚悟し。ロヨ。ナオモ。
マサ水産タタジェンオッタタタヒョマイ俺に勝てると思ってんのか。張り合うなんて敵も侮れない。やっぱや随分やるものですな。私たちも気を引き締めねば。行くよ。勝負。貴様の相手鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。ナオマサ水産やっぴょっはっきうふっかなわなかった打ち取った。この勝負次に預けるぞ。見事な働きだな。邪気功と共に戦うば攻守いずれも従前よ。ナオマサ水産だ。この世界に迷い込んだばかりの様子。余計な世話かもしれぬが手を貸そう。助太刀ですか。ありがとうございます。俺は豊久島津豊久です。気づけば知らない場所にいて襲われてめちゃくちゃ困ってたんです。助かりました。この城を奴らから守ってるんですか。よければ手を貸してもらえぬか。はい、喜んで協力します。島津は受けた恩は必ず返す。レネ、西から敵の防衛が接近中。まだ敵が来るのかよ。もう無理だ、絶対勝てねえ。敵の増援も許せる。我が軍は窮地に立たされる。増援が来る前に西の砦を制圧せん。むやみに戦った挙句助けを求めるとダメだ、ダメすぎる。そう言うなよ直政。俺は好敵手のお前に会えて嬉しすぎる。貴様は踊り食いにしてやろう。押し通る。なんて見事な剣さばきだ。俺あんたみたいに強くなりたい。そのような目で見られたのは初めてだ。よし、間に合った。ここに伏兵を置けば敵の増援を崩せよう。総隊、敵軍が来たら一気に襲いかかれ。承知しました。苦しめてやる。なんと無様な。よくやった。宗神殿は戦上手なんですね。その采配俺憧れます。身に余る言葉。豊久殿こそ鬼のごとき武勇よ。待たせたな。水産
引っかかったな。なぜここに敵が。城はひとまず守れましたね。だとされている。このままではじきにカットされよう。一緒にな。考えましょう。敵さん、案外しぶとい。でも、これで終わるかな。ね、ジンキーさん。さよう。大筒の準備ができましたぞ。いざいざ、追い打ちをかけん。大筒を放っておいたらやばいぞ。早く止めに行かないと。でも、ここを動けば城の守りが手薄に。ダメだ。八方塞がりだ。俺が大筒を止めてくる。島津は最後まで諦めない。その久殿を死なせてはならぬ。誰か援護を頼む。よし、片っぽは止めた。あと一つだ。見事な働きだな。飛行と共に戦う攻守いずれも従前よ。あの若武者一人で敵陣に。俺たちももっと頑張らねえと。負けん。必ず城を死守する。新砲台のお相手をしていただけますかな。みんなよく持ちこたえてくれた。それよりは我らが共に戦おう。ふん。おお、孫権殿、これで流れも変わるだろう。皆のおかげで守りきれた。よし、これで砲撃は止まったぞ。もう孫権さんたち来ちゃったの。城を落とすのに時間かかりすぎ。もう力押しするしかないか。じゃあみんな攻めちゃって。敵将討ち取った。あんたも強そうだな。一緒に戦えるなんて燃えてくれ。なかなか熱いやつだ。俺もお前と共闘できて嬉しく思う。義の重鎮たる宗神殿と器を並べようとはな。だがこれほど頼れる味方はおらん。ここぞ。それはこちらとて同じこと。孫悟の刀匠の力、まことに心強い。お前の活躍が俺の心に火をつける。ああ、負けていられないな。行くぞ。意味を持たせ。チェスト。何何、はい、この子ちょっと残念な感じなの。負けん。なんだか疲れちゃった。バイバイ。今度はもっと楽しいことしましょう。宗神殿、もし答えてくれて感謝する。さすがは葬儀の盾たる将よ。いや、この勝利は豊久殿の活躍によるもの。称賛の言葉はこの若き優勝に。俺だけじゃなくてみんなが諦めなかったから、だから勝ったんです。改めて礼を言わせてくれ、豊久殿。貴公の諦めない心に皆励まされた。この勝利の一番の立役者は貴公だ。素晴らしい猛将だ。そんな褒めすぎです。俺は俺なりの戦をしただけですから。何があっても諦めない島津の戦を。自分も周太殿も大切なもののためならば諦めない心を持っている。我らは似た者同士なのかもしれぬな。豊久殿に
頼みがある。我らはこの異界で先ほどのような強敵と日夜戦っている。貴公のような猛者が仲間になってくれると嬉しいのだが、今後も力を貸してくれぬか。はい、俺でよければ喜んで。さっき助けてもらった恩もありますし、俺鬼島津の名をこの異界にも轟かせたいんです。全力で頑張りますからよろしくお願いします。ああ、よろしく頼む。俺はもっと強くなる。成功したか。戦場を混沌で染め上げてやろう。